皆さんお疲れ様です。私ねミニクーパーもとうとうターニングポイントがやってまいりました。ということでねもうすぐね10万キロになるというところで、いつもお世話になってますと言いますか、いつもお世話をしているですね、このミニクーパー、今日はね綺麗に洗車をしてねぎらってあげたいと思います。このミニクーパーなんですけども、私が購入した約ね、5年前ぐらいに購入したわけなんですけども、その時からねもう納車直後からちょっとねいろいろ不具合とかが出ておりまして、一時ねどうなるかなと思ってましたが、なんとかねここまで乗り切ることができました。はい、ということでね、いろいろとこう振り返りながらですね、こちらねミニクーパーの方、洗っていきたいと思います。私ねミニクーパーを購入してまず一番初めにしたのがですねシートカバーの取り付けです。でこのねシートカバーをね取り付けたことで快適にねなったのと、ちょっとね高級感が増したということで非常にね気に入ってました。はい、ということでねそんな状態で乗ってたわけなんですけども、ある時ねちょっと後ろのフェンダーの方ねぶつけちゃって、私じゃないんですけども費用ねどれぐらいかかるのかとかって心配したこともありました。まあね大したことねなかったから今に至ってるわけなんですけども、まあねそういうふうな、こととか、あとねトラブル関係ねなんかもねいっぱいありましたね。もうこのねタイミングチェーンのガイドね破損した時はほんまにねもうあかんって思いましたけども、これもねなんとか乗り切ることができました。ミニクーパーなんですけど中古で購入したんで最初ねエンジンの状態とか全然わからなかったからこんなもんなんかなというふうな感じで乗ってたんですけども、実はですねエンジン不調というところでいろいろね不具合がございました。でねハイプレッシャーポンプの交換とか、あとソレノイドバルブですねなんかを交換して、もう買った時よりもね断然調子がいいエンジンになったんで、めちゃくちゃ喜んでおりました。はい、ということでねミニクーパーの方なんですけども、10万キロにそろそろ達成するということで、このね 99,999 からねなかなかこう10万キロまでが結構長く感じました。はい、ね、安全運転もしなければいけないのでねと言いながらこう見逃したくないというところでこう見てましたら10万キロちょうど達成することができました。ちゃんとね10万キロ達成の瞬間も見ることができたんでねなんとかね良かったです。まあ私のミニクーパーねいろいろトラブルねあったもののやはりね走ってて楽しい車だったので、私的にはねこの車に出会えて、本当にね良かったなと思っております。ということでですね、このミニクーパー10万キロに達成したということで、今回ね、このボロボロの、10万キロのミニクーパーが一体市場価格的にはいくらになっているのかということでですね、見積もりを取ってみようと、試みました。はい、今話題のねビッグモーターさんなんかも近くにあるんで、まあ、見積もってもらってもよかったんですけども、幸いというのは、なぜかですね、まあ、タイミング的にそちらの方にはちょっと、問い合わせすることはございませんでしたが、まあ3社ほどですね、見積もりをね取って平均とかをね出してみたいと思います。ということでですね、このミニクーパー、これから見積もりを取ってもらおうということなんですけども、この車の年式が2008年モデルなんで今年で15年、かつですねこれ10万キロ達成しちゃったということで
15年落ちの10万キロの車ということでね、ちょっと前でしたらもう全然値がつかない、どっちか言ったらちょっと何ぼかお金いりますよって言われそうなもんなんですけども、ここは幸いですね、ミニクーパーのね、オークション価格、これがね徐々に上がってきているという情報を仕入れいたしました。はい、まあ、そういう情報をねちょっと仕入れたので、まずはですねネット見積もりをしようということでこうやったんですけども、ここはですねやはりそういう風な古い車は取り扱っておりませんとかね、あのコメントでこう自動でですかね出てくるものもあったので、ちょっとねお電話をして見積もってみました。はい、その結果なんですけどね、平均で3社だけなんですけどね、平均で、買取価格15万円ということで、だいたいねこう高いのから低いのを合わせて、まあ、それが、まあ、ミドルレンジというか、まあ、平均的な値でしたね。はい、まあ、だから例えば10万円とかって言ってるところに対してもうちょっと頑張って15万にしてよって言ったら、まあ、なんとかなるレベルだと思います。はい、で、ね、一方で一番高いところで20万円ぐらい、これギリギリでね20万円ぐらい行きましたんで、もしね今のタイミングでね私と同じぐらいの年式走行教諭の方がおられるならば参考にしていただけたらなと思います。はい、まあねオークション価格もだんだんと上がってきてるんで、それほどね売りに急いでない人はもうちょっとね、まあ、様子を見て、判断されてもいいかもしれませんね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。